こんにちは、参議院の西田昌司です。今日は4月の4日の月曜日です。実はですね、4月の6日の水曜日に、元駐ウクライナ大使であった馬淵睦夫先生と、対談をすることになりました。この様子はですね、私のこの西田昌司チャンネルの兄弟チャンネルであります、週刊西田、YouTube の週刊西田で、この放映をさせていただく予定になってますので、ぜひ、ご期待をいただきたいと思っています。馬淵大使はですね、今のこのウクライナ情勢のこともですね、本当に的確に、多角的な視点からですね指摘されています。それをですね、一部の、ジャーナリストの方はですね、陰謀論者なんだというような批判をしていますが、これ全く当たってませんね。陰謀論というのは何を言うのかというとですね、結局日本の歴史、この大東亜戦争から、この敗戦、そして終戦後のですね、戦後体制、これもはっきり言いまして、東京裁判史官で塗り固められているわけですね。つまり日本が一方的にですね、この戦争をして、そして中国に進出し、そしてアメリカに宣戦布告をしですね、そして自滅をしていったと、そしてそれはナチス、などと同じなんだという形でですね、東京裁判裁かれているわけであります。ところが歴史をまともに見ている人はそんなことはありえないということは分かっているわけですよね。つまり、日本にですね、もともと海外に侵略してですね、領土を広げていこうという、そういう意図はなかったわけですね。もともと日本というのは日本列島の中で住んでいるわけでありますから、その日本列島を守ればいいわけです。ただ、ロシア戦争、日露戦争も、その前の日清もそうですけれども、要するに朝鮮半島をめぐる話ですよね。自分たちの国の日本列島を守っておけばいいんですけれども、肝心の近隣諸国がですね、あの当時はですね、ロシアという、大国がどんどん南下をしてきてですね、この朝鮮半島も、併合するという、そしてまた、この満州もそうですよね、朝鮮半島に続いてですね、満州もシベリアから南下していって、要するに太平洋に出る出口をですね求めてどんどん南下してきた。でその結果ですね、日本の安全保障が脅かされてきたというのが背景にあったわけですけれども、そういうことを無視して一方的に日本が戦争に、やっていたんだというのは、これ明らかに間違っているわけであります。そうしたことを、考えてみるとですね、今回のウクライナ問題もですね、歴史の鏡合わせでいろんなものが見えてくるということなんですけれども、問題はですね、日本のジャーナリズムも、それからですね、そういう学者の方々もですね、ほとんどそういうことに対しての、思いがないんですね。日本が、片方で、自衛の戦いだったということを、いわゆる保守系の方々は、そう思っている方もたくさんいると思いますけれども、今回のウクライナ問題なんか見るとですね、全くそういう視点が欠けてしまっているわけですね。従いまして、これは一方的にロシアが悪いという話になるわけです。しかしこれは、随分違っているわけですね。で先日私は、このウクライナ問題で、原ジョージさん、この公益資本主義を言っている原ジョージさんとお話をしまして、原ジョージさんとも、今週またお会いすることになっているんですけれども、この方の話で私は本当にびっくりしたのはですね、ウクライナというのは自分はもう自分の会社がですね、ウクライナにもあって、そこでソフトウェアを作らせていると、それで、ウクライナのことはもう昔から知ってるけれども、新聞などで言ってるような国じゃないですよと、いわゆる平和国家でですね、ロシアの犠牲になっているというような形だけど、そうじゃなくて、あそこの国はですね、言って悪いけれども北朝鮮のような国なんだと、そういう表現の仕方されていましたね。というのは、人権がかなり脅かされていて、特に、ロシア系住民がですね、いわゆる、一方的に虐殺されるような事件が頻発していたんだと。でさらにもう一つ大きな問題はですね、いわゆる、武器を作る、これが軍事産業がですね、世界でもワンツースリーに入るような非常に、大きな輸出をしている、
国であってですね、特にまあ性能の割に安いというのでですね、その武器が、たくさん輸出され、でそれがどこに行ってるかというと世界の紛争している国ですよね。でそこに武器を供給して、要するに世界の、紛争を拡大している一つの要因にもなっているんだと。でそしてまた有名な話はですね、中国にの、遼寧という、この、空母がありますけれども、確かそれはですね、ウクライナで作った空母、まあ、それが中国に売られたと。でそれから北朝鮮で ICBM、打ちっぱなしてますけれども、そのエンジンを作ってるのもウクライナだと、まあ、こういうことが事実としてあるわけですよね。ですから今のこの一方的に、ウクライナと共になんて話はですね、プーチンがいいとか悪いとか以前にですね、ウクライナと共になんてことをですね言って、ウクライナ、カラーのですねマスクをしたり服を着ていること自体ですね、私は本当に恥ずかしいと思いますね。まあ、そういうことも含め、この今週の、馬淵大使との対談でですね、そういう話もしっかりお聞きして皆さん方にお伝えをしたいと思っています。で要は、陰謀論とかそういう話じゃなくて、歴史の真実、事実はどうだったのかと。で一方的に東京裁判士官で塗り固められてですね、まあ、それを、たがえること、それに異を反することを言うとですね、まあ、批判される仕組みになってるんですよね。でこれでは日本はいつまでたっても自分で自分の国の歴史を考え、自分で頭で考えてですね、国を守るという話になりません。まあ、それがまさにですね、今回の、ウクライナ問題で、もう恥ずかしながら日本のその現状が露呈したということなんですね。でそれについて、まあ、保守系の、この新聞からですね、もちろん、左翼系の新聞はもちろんですけども、全く、そういうことに対する問題意識がないというのが私は恐ろしいことだなと思います。そしてこれが自民党の中でもほとんど、そういう問題意識持たないんですよね。私も何度か自民党の部会や、派閥の総会なんかでもそういうことを言ってますけれども、ほとんど反応がないと、というか反応するとやばくなるかもしれないと思っている人が多いんですよね。でこれでは私は日本は良くならないと思います。あえて、真実をしっかり皆さん方に伝えていくのが私の仕事だと思いますので、今後ともご支援をお願いします。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。